見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。京王線国領駅で活動する消防隊員や警察官らイコール2021年10月31日午後9時24分、東京都調布市、瀬戸口翼撮影。31日夜に東京都調布市を走行中の京王線の特急電車の車内で、複数の乗客らが怪我をした事件。車内では何が起きていたのか、刃物を持っていたとみられる男と同じ車両にいた男性が目撃した様子を語った。東京都八王子市の吉田亮さん、34は容疑者と同じ車両に乗り合わせた。車内に煙が漂っているのに気づいて周囲を見渡すと、車両の中央あたりにタバコを持ったスーツ姿の男がいて、周囲の乗客と言い争いをしていた。タバコを持った手と反対側の手に刃物を持っていたという。この時点では、車内に液体が撒かれたり、火が放たれたりしている様子はなかったという。口論の詳細は聞き取れなかったが、同じ車両にいた子連れの女性が、逃げましょう、と言って前の車両に向けて走り出したのをきっかけに、周囲の乗客も一斉に駆け出した。事情がよく理解できない乗客もいたが、押し合いながら前方に進んでいったという。3秒ほど進んだところで、電車が国領駅のホームに停車した。ただ、本来の停車位置とずれてドアが開かなかったため、乗客は窓から外に出ることに。状況を説明するような車内アナウンスはなかったといい、吉田さんは、周りには100人くらいがいて、状況がわからず泣いたり、過呼吸になったりしている人もいた。正確なことはわからなかったが、とにかく早く脱出しようと必死だった。窓から外に出てホームで待っていると、他の乗客が、火が出ている、とか、刃物を振り回したらしい、などと言っているのが聞こえた。吉田さんは、男の狙いはわからないが、一歩間違えれば自分が刺されていたかもしれない。逃げ終わってから恐怖感が込み上げてきた、と振り返った、遠藤隆。朝日新聞社。